プロレスはヒールとベビーフェイスがいて、それぞれがその立場で会場を盛り上げることで成り立っています。ファンはその姿に熱狂して、ますますプロレスの魅力に取りつかれます。ベビーフェイスは善で、ヒールは悪という分かりやすい構図は、プロレスの単純性をより分かりやすく表現してくれています。往年のプロレスのヒールレスラーは、私生活でも悪い人という認識が強く、虚像だけが大きくなった印象もありますよね。しかし、それに反するように、実はヒールレスラーはいい人ではないかという声も昨今は聞こえてきました。そこで今回は、そんなヒールレスラーたちのいい人エピソードを集めてみました。クラッシャーバンバンビガロ。ビガロは説明の必要がないほど有名なレスラーで、新日本、WCW、WWF とメジャー団体だけでなく、ECW などのインディー団体、さらには総合格闘技にも出場するなど、その活躍は多岐にわたりました。一時、WWF ではベビーフェイスとして活躍するも、長年にわたりトップヒールとして活動します。放棄相手でもプロレスができると豪語するほどの柔軟さと器用さを持ち合わせ、その巨体に似合わない側転とムーンサルトプレスはファンの心をつかみました。全身入れ墨とスキンヘッドは見る者を圧倒するほどの威圧感を持ち、もちろんビガロはその風貌だけでなく、暴走族にいた過去を持ち、さらにナイトクラブでの用心棒をしていたほどの人であります。そんなビガロのいい人エピソードといえば、2000年7月に起こったビガロの自宅の近くでの山火事です。この時ビガロは火事に巻き込まれた子どもたちを救うために火の中に飛び込み、子どもたちを背負い救助します。この時ビガロは全身に 40% 以上の火傷を負ってしまい、これだけが原因ではないのですが、プロレスはリタイアすることとなりました。大火事の中に飛び込むというのは大きなリスクがあることで、自身が無事でいられる保証もない中で、子どもたちを救う目的だけで飛び込んだビガロは、いい人を通り越して英雄です。ビガロはプロレスは基本的に子どものものであるという持論を持っており、子どもたちが中心になってプロレスを盛り上げてくれる、そんなことがビガロの頭の中には常にあったのでしょう。なのでこの行動はビガロにとっては必然だったのかもしれません。しかしそんなビガロも2007年、47歳の若さで亡くなってしまいます。ビガロは子どもたちだけではなく、多くのプロレスファンにインパクトを残したレスラーでした。上田馬之助&タイガージェットシン。タイガージェットシンと上田馬之助といえば、昭和を代表する名レスラーであり、ヒールレスラーの代表的な存在でもあります。そのインパクトはかなりのもので、多方面に大きな影響を与えました。マダラオオカミと呼ばれた上田は、もともと日本プロレスからレスラーを始め、シュート最強などの噂もあり、上田のレスラーとしての評価は決して低くはなかったのですが、地味であったことで同期の猪木、馬場の後陣を排すような形となりました。上田はその後、猪木クーデター事件、猪木が日本プロレス幹部の腐敗に憤り、日プロの経営陣を追い出そうとしたのですが、上田が裏切った形になり、猪木が追放された事件があるのですが、上田が密告者という立場になり、本当の意味で悪役となります。日本プロレス崩壊後は、海外でヒールとしての立ち位置を確立すると、最高のパートナーとなるタイガージェットシンと出会い、最強タッグとして暴れ回ります。一方、タイガージェットシンはインド出身のレスラーで、新日、全日のメジャー団体だけでなく、FMW などのインディー団体で活躍しました。アブドーラ・ザ・ブッチャーと並んで、最強のヒールとして有名ですよね。前述のように、上田とのコンビはかなり有名です。そんな二人ですが、リングを降りると、いい人であるという多くの伝説があります。上田馬之助が、若い頃から養護施設にたくさんのお土産を持って慰問したことは有名な話で、まるでリアルタイガーマスクです。その他にも、
違う養護施設でバーベキューに荷物持ちのボランティアとして参加するなど、人間味あふれるエピソードが多いです。またプロレスラーを志し、日本プロレスの合宿所に直談判に来た少年を力道山に会わせてあげると言って合宿所に一晩泊めてあげました。この少年は後に世界を股にかけて活躍するザ・グレート歌舞伎です。さらにアメリカ参戦中には、当時若手だったハンセン・ブロディの面倒を見るなど、国が変わっても面倒見の良さは変わりませんでした。そんな上田も交通事故に遭い、車椅子生活を送りながら講演会でその経験を伝えていたのですが、その際に講演会に来たお客に悪いことばかりしているからそんな風になるんだと罵られたこともあったようです。ヒールレスラーとしてはこれ以上ない褒め言葉ですが、リタイアした状態の上田にはどう響いたのでしょうかね。そして最後に、大分のプロレス団体 FTO にまつわる話です。 FTO 所属のスカルリーパーエイジは暴走族の総長を務めたほどのワルで、ある時公園で喧嘩をしていると、突然クソガキども何をやっているんだと上田が走ってきて、そしてそのまま説教の後に1週間の上田監視のもとに掃除を命じられるのです。そしてその後、療養のために寄った大分でエイジが上田を訪ね、あの時のクソガキだったことを明かすのであります。その後も FTO のレスラーたちは面会に訪れ、2代目上田馬之助まで誕生します。上田は希代の日本製ヒールでしたが、なぜか聞こえてくるのはいい人エピソードというのはかなり興味深い人物です。一方のシンもリングを降りたらジェントルマンというのはかなり有名な話で、インドでは名士と知られ、募金活動にも尽力し、在住先のカナダでは慈善事業や自身の名前を冠した高校を建て、政界、財界でも有名であります。シンのことを作られたヒールと呼ぶことがあります。シンは新しいヒールとなるべく巨像を演じていたと言われ、真面目にプロレスを学び、新日本の作ったヒールとなっていきました。南アフリカでブッカーをしていたシンは、当時所属していた全日本プロレスにオファーを出したところ、ジャイアント馬場は春園田をブッキングします。しかし園田夫婦が乗った飛行機は不幸にも事故に遭い、園田は亡くなってしまいました。その後シンは責任を感じて記者会見に応じて、彼はとてもいい友人でしたと背広姿で神妙に受け答えをします。その償いとして、敬遠の中でもあったブッチャーとのコンビを組むことで全日の興行に貢献をしました。他にもクリス正信がアメリカに移住する際に、飛行機にて移動中に赤ん坊が泣き止まず困っていると、偶然乗り合わせたシンが同じ年頃の子供がいる、それに長旅に私は慣れていると言い、そのまま赤ん坊の面倒を見てくれたというエピソードもあります。それに感謝したクリスは、シンが新日に U ターンした際には椅子大王としてシンと共闘します。またバラエティ番組に出演した際には、芸人にラリアット OK? とわざわざ確認したという話もあります。シンと上田に関して言えるのは、シンのプロであったということです。ギミック上のヒールでありながら、その役に没頭して、時代背景もあるかもしれませんが、完全に演じ切ったとも言えますね。またシンと上田の絆は思ったよりも深く、上田が交通事故で入院している病院に見舞いに行った際に、シンは号泣したそうです。この他のいい人レスラー、さて最後に他のレスラーのちょっとした話です。往年の名レスラーフレッド・ブラッシーは、インタビューなどでかなりの悪態をついて、力道山とは地獄で決着をつけないといけないなどと答えていたのですが、衝撃を与えた力道山との試合があります。これはブラッシーの噛みつきによる力道山の出血にショックを受けたテレビ視聴者が亡くなったという、本当か嘘かわからない話ですが、このことについては今でも申し訳ないと思っていると後年語っていました。次にストロングマシンを引き連れた若松一政は、当時から礼儀正しい人物としてリング上での狂気な姿からは想像もつかないのですが、
ジャイアント馬場が雇いたいとも語ったほどの人物でありました。後に芦別市の市会議員になったのも納得ですよね。国際プロレス時代、資材搬送中に熊本で台風の影響で土砂崩れした家の搬出の手伝いをしている姿がテレビに映っていることも気づかずに手伝っていたそうです。そして次に極悪大王と呼ばれ、日本のヒールレスラーとして FMW やウィングなどで活躍したミスターポーゴ。ポーゴの主戦場はデスマッチで、火炎噴射を得意としていた。ヒクソン・グレイシーと対戦したいと言い、攻略法は疲れたところに火炎噴射と言っていたようです。そんなポーゴはもともと名家の生まれで、育ちのいいお坊ちゃんでした。取材記者が昼間から酒を飲もうとしていたら、そんなことをしちゃいけないと説教したといいます。プロ意識を持っていたポーゴはサインを求めるファンのパンフレットを破り、極悪非道ぶりを見せるも、後で新品のサイン入りパンフをスタッフを通じて渡しました。大仁田のアングルに利用される時もありましたが、それを甘んじて受け入れて大仁田に感謝を常に伝えたという話を聞く限り、かなりのお人よしと思われます。次に平成のテロリストと呼ばれる村上和成を有名にしたのは、 1.4 東京ドームでの橋本と小川の対戦で端を発した乱闘で、飯塚にスリーパーで瀕死の状態になったことでした。このことを機にプロレスに本格参戦しましたが、インタビューでもアナウンサーに襲いかかったり、粗暴な行動や言動が目立った村上ですが、もともと学生時代は柔道部に所属していて、体育会系の作法で指導を受けたようで、時折キャラを忘れたようにかなり礼儀正しい対応をすることがありました。以前企画で北斗晶と対談した際に、村上の礼儀正しさに北斗が感心して、以後佐々木健介の団体に呼ばれるようになりました。魔界クラブのリーダーとしても活動しましたが、近年は怪我に悩まされリタイア状態です。ヒールレスラーといえば近寄りがたい人物として、恐怖の対象として認識されていますが、意外にいい人が多いようです。あるレスラーが言っていた言葉ですが、いい人でないとヒールはできないと語ったことを考えると、危険なプロレスの中でギリギリのラインということがわからないといけないということなのではと考えてしまいます。これは常識がないと務まらないということですね。それでは今日はこの辺で。皆様ご視聴ありがとうございます。